眠い。もうね、お昼の2時なんやけど、眠たい。やっほー、イミデーでーす。はい、今日は最近の購入品紹介。はい、毎月さ、こうシーンとか、まあ、グレイルとか GU とかユニクロとか、まあ、結構プチプラなアイテムとかはプチプラなブランド縛りで購入品紹介やったりするけど、結構まあそれ以外に普通にお買い物してるんですよ。お買い物がすごく好きで日々のモチベになっちゃうんだけど、そんな感じで私がね、お買い物したものたちを今日は紹介していこうと思います。で、本当は今日の動画、この間ね、タケと御殿場のアウトレットに行ってきて、でその時に Vlog 回して購入品紹介も撮ったんやけど、一部の動画を私が間違えて破棄してしまうっていうハプニングが起きて、素材がめちゃめちゃ緩すぎて、ちょっとこれは動画にできないなと思って、お気にしました。おぼつにしたということで、本当ピンチヒッター購入品紹介。いつもいっぱい買ってた私、ありがとう。はい、こんな感じで購入品を紹介していきます。スタート。ペコちゃんみたいじゃない。はい、お犬様、大きい方のお犬様もいらっしゃいませ。どうぞどうぞご覧くださいませ。店内全品 80% オフのトレーザーでございます。めっちゃ大量にあるの。今回紹介するもの以外にももっと紹介したいものあるんやけど、大量にありすぎて、ほんともう一部のものだけ紹介したね。で、もう来たりしよったら多分めっちゃ尺やばいと思うけん、まあ来たものだったりとかは私のインスタとかで随時上げていくので、よかったらインスタフォローしてもらっててください。はい、何から紹介しようかな。じゃあ普通に服から紹介するわ。じゃーん、お犬のお客様、あとで100万円あげますからやめて。ねえ、犬のお客様やめて。じゃん、ねえ、めっちゃ可愛くない？ショートのジャケットとパンツのセットアップでーす。これがね、アメリヴィンテージの展示会に行った時に買っちゃったやつなんやけど、セットで25,300円です。で、ピンクなんやけど、なんかね、アメリやっぱさ、天才よな。全部の色も素材も本当にすごい。なんかこれ25,000円なのってありえない。上下で25,000円ってマジでありえない。ほんとジャケットだけで25,000円でもいいくらいやもんね。この感じで袖のとことか裾とかなんかちょっと切りっぱなしなデザインになっちゃって、すごいデザイン性が溢れちゃうな。可愛すぎ。え、パンツのシルエットとかも絶対綺麗なよな。パンツの裾も切りっぱなしになっちゃって、で模様はストライプ柄です。可愛い、マジで可愛い。これは買ってよかった。これ着た写真はインスタにあげるね。めっちゃ可愛いです。はい、次がじゃーん、アメリのトレンチコート。もうこのトレンチコート本当に可愛い。で、いつもジャストシーズンになってアメリのトレンチコート欲しいなと思って在庫見たら毎回完売しちゃうんだよ。欲しくなった時期にはもうない。だったら展示会で買っとこうってなって買いました。ちょっとこれはね、もうちょっと大人っぽい感じの格好で着たいんやけど、カジュアルなさ、スウェットと合わせても可愛いよな。こんな感じ。この間さ、ユニクロの購入品紹介やったやん。あの時にもこれ着ちょんけん、よかったら見てみてください。肩の落ち具合とか、こう袖の感じとか、すごいゆるっとしてて女っぽいっていうか、かっこいい女性って感じがするね。アメリのね、デザインすごく好きで、もうね、アメリでこうとか正解と思って。ねー、いちいち抱きしめちゃう。君のこといちいち抱きしめちゃうから、近くに来ないでお願い。はい、では次はブーツ。これもアメリで買ったブーツでーす。これはね、2回くらい使ったかな。こんな感じでつま先がスクエア型になっちゃって、めちゃめちゃしっかりしてやばい。こんな感じ、やばくない？なんかハイブラですかって感じの最強にかっこいい形をしてます。すごい足が綺麗に見えるの。なんかね、この足首の感じとか全体的な感じとか、ミニスカートと合わせてもいいし、もうちょっとスリットの入ってるようなワンピとかスカートとかにこうチラッと見せる感じとかでも、つま先がもう最高に抜群に可愛いけん、どんなお洋服に合わせても決まります。グミ、あとコメス。はい、続きまして、じゃーん、 ZOZO タウンでめちゃめちゃ可愛いカーディガン買ったんやけど、なんかこうキャミとかの上にさらっと羽織るようなあざとい系のゆるふわ、ゆるふわっていうかちょっとあざとい系の感触系のカーディガン欲しかったよ。やっぱ ZOZO はうちらの味方じゃん。ZOZO、うん、見たらやっぱあったよね。多分ランキング上位やったけん買ったんかな。これがですね、フリークストアのウェブ限定深 V ネックシャギー 2A ニットカーディガン、4900
1994円今日なら1000円オフで3994円って書いてますね。私は定額で買いました。この写真で見る感じの色もうぴったりのものが届いてめちゃめちゃ可愛い。大きさとかも抜群に可愛くてこんな感じで紙ワンピで合わせちゃったんやけど、ちょっとこれちゃんと着るわ。はい、やっぱりえみこさんはちゃんと紹介したい系の YouTuber で、どうしてもやっぱ着替えたくてその場で見せたくなっちゃったから、はい、着ます。で下はこんな感じでパンツが来るって感じ。超可愛くない？私も今初めて着たんやけど、ちょっとタケに見せてこよう。このセットアップ可愛くね。めっちゃ可愛いやん。タケからも可愛いいただきました。はい、じゃあフリークストアのカーディガン羽織ったら、ね、可愛いでしょ。めっちゃ見てこのあざとい感じ、まあ、普通に前ボタンでカーディガンでもいけるし、後ろにボタンにしてあざといシャギー系のニットって感じでも着れる。なんかこの毛の感じとかも全部がわわわって感じじゃなくて、なんか表面だけモケモケモケみたいな感じで、なんか大人シャギーニットって感じがしてすごい可愛いです。はい、じゃあ次がじゃーん、これなんて読むやろ。レディーゼル、ここレディーゼルレディーゼルっていうかな。これはなんかルミネに行った時にたまたま前通りかかったらマネキンに着ちゃったお洋服がめっちゃ可愛くて、可愛いと思ってすぐに買って、ワンピとショート丈のジャケットがセットに多分1万8000円くらいで、セットで1万8000円めっちゃお得じゃない？3色かな4色かな、めっちゃ全部のカラーが可愛くてめちゃめちゃ悩んだんやけど、まあ安定のブラウンにしました。まあ、S でちょうどいいか。中はこんな感じでワンピースが来る。で丈も結構ロングでね、めっちゃいい感じです。セットで作ってくれてありがとうございます。本当にセットで売ってますっていうものを見つけた瞬間本当にありがとねってなる。リディーゼル初めて買ったけどめっちゃ可愛かったけど、これからもルミネに行ったら買ってみようと思います。はい、ということで次はこの間アウトレットに行った時にバーバリーでいろいろねお洋服を買ってみたので買ってみました。はい、来月28歳になるっていうことで、まあ最近はもちろんプチブラのものも好きなんやけど、トレンドじゃなく定番でずっと使い続けられるようなものはいいものを買おうって決めて、例えばデニムとか、まあ、バッグとかアウターとか、あとは T シャツだったりとか定番のアイテムだったりとかは、まあ、クリーニング出しながら大事に大事に着ていきたいなって思ったので、プチブラのお洋服もちろん大事には着てるんだけど、はい、じゃあまず早速じゃーん、バーバリーでカーディガン買ってみたー。ね、このカーディめっちゃ可愛くて、私あんま着てるイメージないっしょ。で私こういうチェック柄大好きで、この、ね、袖のとこがなんかちぎりパン、切れ込み、ウインナーパン。竹皮も結構長くて、貼ってみるわ。私さ、買ったものをさ、そのままもう袋に入れて、ポン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 放置してしまう癖があってさ、こうやって購入品紹介やったらさ、ちゃんともう、ブヤって一旦出すやん。やけん、片付けようってなんか、思った。うん、ありがとうなんか逆に。はいって感じで着てみたら、この感じ。めっちゃ長い。さっきのグレーのカーディガンよりも長い。これが、いくらやったかな。これは元の値段が確か17万とかやったのが確か5、6万とかになっちゃった気がする。でもアウトレットとか行かんとバーバリーでお洋服買うみたいなこと絶対なかったと思う。はい、でもう一つがじゃーん、白のデニムを買ってみました。なんかね、裾もこんな感じで一回折られてるような感じで、このさ黒のステッチが可愛くない？なんか韓国にさ漫画風な落書き風なカフェあったよね。8万が3万くらいになっちゃって、あ、3万やったらめっちゃありがたと思って買ってみた。じゃーん、こんな感じで中心にさりげなくバーバリーのロゴが入ってる T シャツ。可愛くない？なんかもうちゃんと見ればわかる人はわかるみたいな。こういうさ、カーディガンの中に着てデニムみたいな合わせ方も超可愛くない？こんな感じで、はい、バーバリーコーデができちゃうよ。かわいい、めっちゃかわいい。この T シャツは見た瞬間絶対買うと思った。もういつでも使えるし大事に着ようと思います。バーバリーではお洋服3つだから、まあ、トータルで11、2万くらいでした。あ、そう、アウトレットでこの帽子も買ったんやけど、じゃん、かわいくない？この間の一人飲み動画の時とかにもかぶっちゃったりとか、最近ねすごい好きでかぶっちゃうことが多いんやけど、ブランドはなんか袋がこれだった。どこなのかな、書いてないよなこれ。タグ見てもなんかどこのやつですって書いてなくて、じゃーん、なんでしょう、なんでしょう、
きます。じゃじゃん、マルジェラでほら真っ白なチェーンバッグ買ってみました。かわいい。え、ねえ、今日のコーデとかめっちゃ可愛くない？これこんな感じで、なんかね、真っ白のバッグ本当に買うつもりなくて、白を汚さなかったことがないっていうくらい、で白を持っちゃいけないタイプの女がハイブラバッグの白買っちゃいました。だって可愛かったんやもん。マルジェラ入って黒いバッグないですかって言って見せてもらったバッグがめっちゃでかくてなんか可愛かったけどこんなでかくて、と思った時に、この白いバッグが目に入って、私黒のお洋服が結構多いけんさ、白とかの方が差し色になるし、なんかこのね色がもうマジで真っ白なの。めちゃめちゃ白。黒のバッグどうせこれからも買うと思うけん、せっかくやし初マルジェラバッグはアウトレットで真っ白のこのポシェット型のバッグにしてみました。あ、でこれ値段は多分12、3万くらいやった気がします。はい、定価がいくらかは知りません。次はじゃーん、ディオールでアクセサリーを買いました。最近私がねみんな使っちゃうんけんわかると思うけど、この胸元にあるこのネックレス、あ、いててててて、このネックレスキラキラしちゃってこんな感じで、シルバーとこのピアス可愛くない？揺れる、さりげなくて可愛いなと思って、なんかねもっとこうキラキラしてるものとかあってめっちゃ可愛かったんやけど、なんかもう耳がザ・ディオールって感じになっちゃいそうやったけん、まあ、どんなシーンでも使いやすそうなこういうシンプルなシルバーなピアスにしてみました。両方6万くらいやった気がする。6万6万くらいやった気がします。可愛いディオールのピアスとネックレスを買いました。はい、続きましてじゃーん、シャネルのトートバッグです。これは表参道を歩いちゃったらなんかいい感じのヴィンテージショップ出てきて、で入ったら可愛くてなんかめっちゃ使いやすそうやんこの形と思ってシャネルのトートバッグを買いました。めっちゃ使える、めちゃめちゃ使える。なんかセリーヌのボストンバッグと悩みよったんやけど、このねヴィンテージショップで出会ったシャネルのトートバッグにしました。24万くらいとかやったかな。でもシャネルでまともに買ったら多分もうちょっと高くて、で状態もめちゃめちゃ綺麗でよかったけん、お迎えをしました。なんかこんな感じのファスナーにこういうチェーンチャームみたいなのもついちゃって可愛い。でその日にもう一個じゃーん、このねディオールのこの柄のバッグを買ってみた。これも多分21、2万くらいだったかな。私が普段さ着るようなさお洋服の系統に合うし、ただニットの時ここのシーン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 のとこにニットが引っかかっちゃうっていうのが難点なんやけど、めちゃめちゃ可愛い。リムとかさカジュアルな日とかでも合わせやすい形。はい、次じゃん、セリーヌでモケモケの帽子を買った。可愛くない？で本当はなんかセリーヌで可愛いね、なんか編み上げのブーツがあって、そのブーツ欲しくて言ったんやけど在庫なくて今取り寄せてもらってる途中なんだけど、なんか可愛い帽子があったと思って買ってみた。どうですか？私帽子が本当に大好きで、普通の時は髪の毛をいろいろもするのがめんどくさい、アイロンせんといけんし、私さすっごいさくせ毛でもうアイロン通すのもめんどくさいし、結構すっぴんで出歩く人が多いんやけど、まあ、その感じの時に絶対的に帽子はマストやけん、もう帽子とメガネは大好きでめちゃめちゃ持ってるんやけど、セリーヌでも帽子を買いました。あ、いくらだったかな、これ多分8万くらいだった気がします。はい、ということで最近買った香水を紹介します。じゃん、これはディオールの多分新作やったはず。フラットディオールに香水いいのないかなと思って香りに行ったら、香りがすっごいドストライクすぎて、お花の香りなんやけど、なんかね系統選ばなそうな感じ、清潔感のある高級なお花って感じの香りがする。でけんお花の香り好きな人はねよかったら香ってみて。あとはじゃん、大好きなアイアムで香水を買った。この形の香水買うの初めてやったんやけど、なんか冬になるとさちょっと甘めな重ための香りをつけたくなるのね。どっちかというとこっちは爽やか系でオールシーズン使える感じなんやけど、こっちは秋冬、もう今の寒くなってきた秋から冬にかけての香りって感じです。ウッディな感じとバニラを合わせたようなスパイシーな甘さって感じの香り。え、うまくね、なんか香り伝えるのうまくね。なんかね車用意しちゃう時とかこの匂いはうって作ってる。こんな感じのこうボアコートとか、それこそカーディガン、レディーな感じのお洋服を着てる時につけたい香りです。この香りはこう夜とかにふわって香ってきたらうってなる。重たい香りってこう印象にも残りやすいのがうんってなる。うまい。あのアイアムの香水めっちゃいいけん、みんな一回香りに行ってみてほしい。あ、そうや、てか昨日ディーホリックでたまたまお店の前通りかかってめっちゃ可愛いと思って見つけたトップスがある。じゃーん、やばくない？真っ赤なオフショルブラウス、すごいゴージャスじゃんと思って、このトップス絶対映えるやんと思って買ってみた。これはなんかルミネスト限定って書いてたけん、多分東京の子とかじゃないとゲットしにくいと思うけど、あと
は黒とアイボリーがあって、オフショル好きな子はね絶対好きなデザインじゃねと思って買いました。まあ、ちょっとリッチな感じの、あとディナーに行く時とか、まあ、そんなリッチなタイミングないんですけど、私は気分が上がるかなと思って買ってみた。はい、ということで最近の購入品紹介は以上でした。まあなんかまだいっぱいいろいろ買っちゃうんだけど、まあ一旦紹介するのはこれくらいにします。まあ、今回ねめっちゃ買っちょんなって感じすると思うけど、私あんまりこうもともとハイブランドのものとか、あと1万円以上出すのがすごいもったいない。5000円の服とかも高いし、本当にもうめちゃめちゃケチ症なのね。なんだけど、まあ、最近はすごいやっぱ1点1点のものを大切に着ようと思って、プチプラのものをいっぱい買ってた時代と比べて、まあ、今その1個あたりのものの値段高いけど、それを大事に長く着ていくっていう上では多分こっちの今のねスタンスの方がコスパいいし、プチプラの衣服はこれからも継続して私は好きだから買っていくんだけど、合わせるようなものはちょっといいものをこれからも買っていこうかなっていうスタンスであります。エミネ成長した、去年の私見てる、成長したよ。ちゃんと着れてないお服だったりとかインスタとかにも載せていきますので、よかったらインスタフォローしに来てください。はい、ということで今日の動画は以上でございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おもちゃんと豆の散歩に行ってきます。